はい、ゆっきーです。今日もタバコ喫煙動画。今回は JPS、を吸っていきたいと思います。こちらが、タールが11ミリ、ニコチンが 1.0 ミリのタバコです。こちらはですね、非常に俺が大好きなんですが、非常に大好きなタバコの一つでして、値段が420円と案外安いという、案外安いんですが、なかなか売ってないという。ですが、つい最近、近くの、なぜか薬局にこれが普通に売ってまして、いいと思って。薬局にこれ売ってんの初めて見たなと思って。っていう感じです。はい、こんな感じになってます。味としてはですね、非常に、ラッキーストライクに似てるんですが、ラッキーストライクを、マイルドにした感じが、な味ですね。よし、吸っていきます。非常にね、パッケージもかっこいいんですが、それ以上に、非常に美味しい。タバコの旨味が非常に詰まっててですね。非常に美味しいタバコとなってます。これは大好きですね。俺は大好きなんですが。ラッキーストライクに味が似てると言いましたが、ラッキーストライクと、を、マイルドにしたような感じと言いましたけど、実際はですね、タールとニコチンともに、ラッキーストライクと全く同じという感じなんです。どちらかというと、ラッキーストライクはかなり辛めのパンチの効いた味がするんですが、こちらは非常にマイルドになって、いまして、非常に、タバコの味が非常にわかりやすい。このね、なんというか甘い香りっていうかね、なんていうんですかね、タバコのね、甘い香りというかね、ほのかにするんですけど、これが非常に旨味みたいなのがあって、うん。非常に好きなんです。美味しいですね。これが本当に美味しいんですよね。本当にね、パッケージがね、かっこいいというだけじゃないんですよ。ああ。このマイルドさ加減と、タバコの甘みみたいなのも、すごいあって、非常に好きなんです。うまいですね。まあ、JPS は、ブリティッシュアメリカタバコジャパンという、まあ、有名なね、会社のものですが、特に喋ることがないというね。ただ、うまいんですよね、これ。ぜひ、買ってもらいたいですね。吸ったことない人はね。このね、鼻から出すときのね、香りがね、ものすごいいいんですよ。ものすごくいいんですよ、これが。
このね、はぁーって感じ。至福の。至福の香りがする。ただ、これよかも、結構きつめの、辛口が好きなっていう人は、これとほとんど味が結構似てる感じでいくと、やっぱ、ラッキーストライクになるんですよね。なので、まあ、吸い比べをするっていうのも、一つの手だと思います。うまいな。1986年に発売されたタバコなんですが、発売当初のキャッチコピーは黒のマイルド。1980年代の一時期には白パッケージで真ん中のロゴが黒正方形の JPS マイルドも発売されていたとなっております。ちなみに現在は、ボックスしか売ってませんが、以前発売当初は、パッケージがソフトパッケージだったみたいですね。もうそれはもう、発売終了、生産終了してます。2014年に生産が終了していると。これはうまい。これはうまい。これはうまいです。5つ星。ご視聴ありがとうございました。